お疲れ様ですということで、ネットニュース、ネットの記事からですね、11月スタートは異常高温かということで、記録夏日予報にっていうことですね。で、私の住む地域も23度、4度、5度、6度、7度とかってのはないですけれども、この記事を見るとですね、まあ、25度以上、6度、あ、まあ、7度、8度なんてないですね、まあ、6度。というのが、まあ、3日、4日、5日ということで、まあ、その前後であるということで、今まで知らなかったんですけど、西日本って珍しくないみたいですよね、その11月に夏日があるっていうのが、まあ、それ記事にも書いてあるんですけど、ここですね、11月の夏日は西日本では珍しくないもののということで、九州を中心にすごいですね、27度、8度、まあ、今回はないみたいですけども、11月にそういった高温の日もあるということで、先日海に行った時は20度未満でしたね。18度9度とか、もう朝は1桁でしたし、本当に5ミリのセミドライがなければ本当にきつくて、で帰り際ですね、やっぱり日がまだ落ちてないですけど、まあ、4時とか、まあ、5時なんかに着替えてしまったら本当に寒くてですね、ガタガタ震えながらっていう日が、まあ、あったので、これからですね、まあ、ずっと寒い日、波があってもやっぱり寒い日っていうのはまあ避けられないのかなと思っていたんですけども、まあ、もしかしたらですね、まあ、高気圧に覆われてっていうとちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、もしかしたら波はそこそこ、まあ、なんとかあって、でしかも暖かく、まあ、かろうじて波乗りできる日がもしかしたら11月に1日くらいあるかも、11月にですね、1日くらいあるかもしれませんね、まあ、そうなったらもしかしたら、まあ、5ミリのセミドライじゃなくて3ミリのジャージフルスーツでもしかしたら波乗りできるかもしれない。もうそれだったらちょっと初体験ですね。まあそれこそ、西の方というか南の方というかですね、の地域では、まあ、それはまあ珍しくないのかもしれませんけれども、まあ、北に行けば行くほどですね、まあ本当に別世界ということで、11月はまあなんかそれもちょっと期待してしまうんですけど、っていうのもやっぱり5ミリのウェットスーツだと本当にフルオーダーで作ったものだとしてもやっぱりこう肩周りですとかね、まあ、ちょっと窮屈さっていうのがどうしても出てきてしまって、で、まあ、同じ時間海にいてもですね、同じ時間パドルするにもやっぱり疲れてしまうんですよね、まあ、これがですね、まあ、標準体型から大きく外れた人なら、まあ、私も含めてですけど、お腹が出てたりですね、まあ、したらですね、まあ、結構吊るしの既製品のウェットスーツだとですね、もうろくにこうパドリングできないということで、まあ、楽しくもないですし上達もしないですし、まあ、本当にチャンスをですねことごとく逃してしまうことにつながりませんし、本当に疲労だけが残ってですね、休み明け仕事に行かれるとかですね、そういったことになってしまいますので、ぜひ11月3ミリ、やっとですねこの、まあ、1年といいますか、ワンシーズンのこう集大成締めくくりですよねに近づいてきてますので、まあ、11月12月ですね、まあ、ここでなんとかですね夏場の、まあ、体がまあ、何の制限もなくですね、ウェットスーツを着て何の制限もない中でのパドルの感覚とかですね、テイクオフの感覚ですとか、波乗りのあの感覚っていうのをなんとかこの11月とかにできればですね、まあ、本当にこう、まあ、復習と言いますかね、あの体得できるんじゃないかなとちょっと期待してはいるんですけどもね、まあ、どうなることやらという、まあ、暖かくてもですねやっぱり波がなければまあどうしようもありませんので、まあ、ここは天気予報とにらめっこしてになりますけどもね、はい、ということで、気になった記事ありましたので、はい、記録してみましたということで以上